両線近くの登山道山頂近くの登山道からの風景霊山は福島県伊達市と相馬市との境にそびえる標高825メートルの山。国の名称、日本百景、県立自然公園及び美島百名山に指定されている。また、南北朝時代の重要な城石遺構として国の史跡に指定されている。阿武隈高地の北部に位置する玄武岩の溶岩台地で、 丘陵は、起伏に富み、祈願を連ねる岩山である。名前のついた巨岩も眺めのいい展望所もたくさんあり、日教ならではの祈りの痕跡も多数ある。特に、五馬壇は荒々しい岩壁にえぐられるようにして作られており、展望も良い。東ず山、新田山方面の絶景よく、相馬市方面の眺めも素晴らしい。859年に、 自覚大使縁人によって解散された。山の名も釈迦が修行した、インドの霊衆山にちなんで縁人によって名付けられたと伝わる。縁人が両前寺を創建したことで、東北山岳仏教の聖地となった。南北朝時代には北畑秋家の拠点となり、1337年8月に秋家が西国に出陣した後、1347年に、 霊山城が落城したことで歴史の表舞台から姿を消した。現在は遊歩道がよく整備されて登りやすい山となっており、弁天岩や天狗の相撲場、蟻の戸渡りなどの祈願巡りができる。また、中通りと浜通りの境に位置する分水嶺の一端をなしており、西物見岩からは福島市街地や伊達郡、伊達市、東物見岩からは相馬市街地や相馬郡、 太平洋まで望むことができる。紅葉の名所としても知られており、毎年10月下旬から11月上旬には多くの登山客で賑わう。南北朝時代の1337年、北畠秋家が霊山城を築き、ノリ長新王を報じて、道の区国の国府を置くなど、大雨地方における南朝方の一大拠点として、機能した。しかし、北朝方が優勢になるにつれ、 霊山の南朝軍も追い詰められていき、1347年、ついに落城した。以後、霊山が、歴史の表舞台に現れることはなかった。1934年5月1日、霊山として、国の史跡及び名称に指定された。史跡の指定区分はであり、名称としての指定区分はとなっている。ありがとうございます。